はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見てる皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はちょっとだけ、まあ、病気に関係する話だと思うんですけども、子供ってお風呂で遊ぶのが好きですよね。まあ、どこのお子さんもおもちゃ持って入ったり、まあ、勝手にちょっと泡風呂にしてみたりとか、泡風呂っつっても湯船の中に石鹸入れてねえ、泡まみれにして汚いじゃんけっていうような感じなんですけども、最近そのシャワーあるでしょ、シャワーヘッドにね、口をつけてね、水を飲むのがなんかブームらしくて、口の中ゆすいでるんかなと思ったら、ちょっと飲んでるなと思ったんですよね。うがいしてガーってね、うがいするんかなと思ったら飲んでたんですよね。冷水を出して、でその冷水をピャッてこっちに向けるから、やめろ、冷たいなってなるんですけども、そんなんいいんですけどね。そのシャワーヘッド、実は雑菌、カビ、ね、汚れが中に溜まってるわけですよ。まあね、僕もちっちゃい頃やってました、子供の頃。ね、みんなやったことあるでしょ、シャワー飲むよな、やるやる、うん、口つけてた俺も、うん、やれやれって、まあ思いながらスルーしてたんですけども、でもやっぱそういう風な汚れが溜まってるよっていうのをこう思い出したんですよね。はっ、あかんやん、よく考えたら。いや、俺自身もあかんやんって思って。汚れって。そういう体になってしまってるんでね、今、実は。だからもうちょっと嫌やなぁ、まずいよなぁ。ってなって、洗ってあげました。まあ、その動画ちょっと撮ったんで、見てください。まあ、ちょっと生活感のね、ある動画です。どうぞ。はい、これがですね、お風呂場で今、漂白剤漬けにしております。行きましょう。お湯をね、60度のね、お湯でね、漂白剤を入れて、まあこれシャワーヘッド、ちょっと見にくいですけど、と、洗濯機のお湯取りのホースもちょっと分解して、ついでにカビ取りをするのでつけています。ハイター付けですね。はい、そんな感じです。では次はこれを洗うところを撮影します。はい、じゃあ磨いていきます。一応、あ、きれいきれい、くせ、漂白剤このままや、一応ね、組み立てて完成です。ね、取りましたよ。綺麗に洗いました。まあ、自分自身にとってもやっぱり清潔にね、特に清潔にしならあかんなというふうな体なのでね、まあ、自分も子供も守れるということで一石二鳥だと思います。まあ、今日はこんな感じでした。最後に見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。